サー・ウィリアム・ターナー・ウォルトンは20世紀イギリスの近代音楽の作曲家。ベンジャミン・ブリテン、レイフ・ボーオン・ウィリアムズと並ぶ20世紀のイギリス音楽を代表する存在である。アンセルメやブゾーニの助言を受けたとされるが、ほぼ独学で作曲家となった。長寿に恵まれたにもかかわらず、作品数は必ずしも多くない。しかしながら、シベリウス、 ストラビンスキーやプロコフィエフ、ヒンデミットやブリテンらの作品のほか、ジャズやラテン音楽など、同時代の様々な音楽を巧みに吸収、消化し、新鮮かつ大胆なリズム、火星を用いて、表情豊かで親しみのある作品を生み出した。豊かな情感と壮大で、有根多感な表現を好んだこと、明晰な調整感を好んだことから、 シンドマン主義の作曲家とミナシュールが客観的で端正な表現を良しとする新古典主義音楽の発想にも洗礼を受けている。シェイクスピア三部作ロ老連想リビエの制作、監督、主演による三作は映画史上も傑作とされる。音楽もウォルトン自身やミューア・マシーソン、クリストファー・パーマーなどによって演奏会用に編曲されている。その他の映画他社による 編曲作品、ありがとうございます。